森全体がメリッサたちを追い返そうとしてるみたい。どうやらここには正気が充満しているようですね。おそらくはこの森に生息している樹木が正気を発している。普通の人間ならばいつ倒れてもおかしくないほどの猛毒。レナード、あなたは平気？そう、やはり精霊使いは先天的に正気への耐性が高い。ベリアル、石膏じゃなく、どうせならあの精霊たちと戦ってみたいものね。戦いに出るのは久々だからワクワクしちゃう。それじゃ行ってくるわね。さて、あの精霊がどこまで時間を稼げるか見ものだな。Bye.
この精霊たち、ここから先は通さないのよ。エリス、はあ、あんた誰っていうか、なんで私の名前を知ってるのよ。私ですよ、ノルンです。よかった、生きてたんですね。ノルン、待って、何か様子がおかしい。どうしてエリスがここに。それに、ノルンお姉ちゃんのことがわからないなんて。悪魔族である私が、あんたたちみたいな精霊のことを知ってるわけないでしょ。何を言っているんです。あなたは黒の精霊エリスじゃないですか。ねえ、ごちゃごちゃうるさい。あんたたち、まとめてここで死になさい。そんな、エリス、どうして。来るよ。エリスは500年前の戦いでベリアルに敗れ、魔物
たちに囚われてしまいました。魔物に捕らえられた精霊は、言葉にするのもはばかられるほどの恐ろしい背中にあい、最後は無残に殺されると聞きます。ですので、エリスはもう死んでしまったとばかり思っていたのです。はい。エリスには、私はメリッサよりも優れた魔法の才能がある。彼女を殺すよりも、利用した方がいいと、魔物たちは判断したのかもしれない。利用ですか？悪魔族は、数ある魔物たちの中でも、最上位の知能を持った種族。何らかの手法で、エリスを洗脳した可能性がある。もしそうだとしたら、エリスはもう元には戻らないのでしょうか？意識を取り戻しても、私たちのことがわからないままで、自分を魔物だと思い込んで、私たちを襲ってきたの。彼女が目を覚ました後、どうなるかはわからない。だけど、洗脳は強いショックを与えれば、解ける可能性は高い。そうですか。なんとか正気に戻ってくれるといいのですが。Yeah!
っ。